ハイリーは将来のパートナーと出会うためのオンラインデートアプリケーションです。Hey, I like you の頭文字から取り名付けられたこのアプリはユーザーの背景、興味、アプリ上での活動状況で分析することで潜在的な一致をお勧めするようにプログラムされています。性別に関するアプリの登録オプションには男性、女性、及び性別関係なしに分かれています。 ハイリーは2017年8月に最初にリリースされました。テッククランチによると2017年10月のクローズドベータによるとアプリのユーザー数は3万5000人でした。さらにスナップチャルトとのパートナーシップを通じてユーザーを獲得しました。2019年8月アプリのユーザー数は500万人に達したと報告されました。ハイリーは ヤンプロニン氏とアレックス・パシコブ氏によって共同設立されました。アプリのコンセプトはプロニン氏の分析と統計学的モデルのの専門家としての経歴からが元となっております。このアプリは地理的な位置や物理的な魅力ではなく共通の関心事に基づいて将来のパートナーをつなげるように設計されています。2017年8月14日、 アプリは米国で発売されました。2019年3月には英国、アイルランド、フランスでもリリースされました。2019年8月にこのアプリは500万人のユーザーを取得し、2019年第2四半期の米国消費者支出の上位3つのデートアプリにランクされたと報告されました。ハイリーは自己学習と統計アルゴリズムを使用しています。 対話の能力、単語の選択肢、相互のいいねなどのデータを分析して、一致の可能性が高いプロファイルを識別します。2018年8月、FT マガジンのエアム・ウィリアム氏は、ハイリーがユーザーの口頭で行われるやり取りを監視することにより、競合する地球社会的ネットワークアプリよりも一歩先を行くとコメントしました。ユーザープラットフォームでは、 ライブ写真キャプチャ、公式 ID の写真のアップロード、または SNS 統合によるアカウントの確認が必要です。2017年9月、ノーティチの編集長であるジョシア・モトレイ氏は、完璧なシステムは存在しませんが、正しい方向への有望なステップですと述べ、ハイリーの検証プロセスに言及しました。ハイリーは、フリーミアムビジネスモデルの下に配置されています。アプリは、 無料でダウンロードして使用できますが、追加の機能には有料の購読プランからアクセスできます。ありがとうございます。